サバル。情報には価値があったのか？ちゃんと見たのか？俺からも情報があるぜ。教えてやる。部下が9人死んだ。お前が見殺しにした。厳しい立場に追い込むな。こっちが正しかったんだ。お前の父さんなら仲間を助けたはずだ。それがモハンが死ぬ前のゴールデンパスのやり方だった。アミータは分かってない。いつだって自分が最優先だ。卑劣で破壊的で他人の命を何とも思ってない女だ。だから俺は前に出た。なぜならモハンの信念を尊敬していたからだ。彼についてもっと知るべきだ。総員に行ってこい。そしてよく学ぶといい。パガンおじさんだ。お気に入りのおいっ子の様子を知りたくてね。さて AG、 どちらを応援しているんだ？アミータの三つ子にハマったか、それともサバルのワイルドヘアと引き締まったフェイスラインに魅了されたかな？まあどちらのライフスタイルを選ぼうと君の自由だ。ただし私は男の方にはいかないな。私の外見からそっちの人間と思い込む奴もいるが、チームが違うんだな。私には生涯一人の女性しかいない。よく知ってるだろう。あいつに言ったんだ。そしたら助けてくれってさ。やつは嫌いだが。こちら修道院の中でラジが待ってる。ああ、偉大なるモハンの息子か。父上と同じ道を歩む準備ができているとサバルから聞いたよ。神の中の神、バナシュールは世界に声を届ける。神に感謝しよう。生命を与えてくれた神に感謝だ。どうぞ、お房のカゴを持っていきなさい。成長は日常の境界線を越えようという意志によってのみもたらされるとろうそくが教えてくれる。人生は甘い香りを放つ煙のように儚いついて、この国はまだ隔離状態だ。香りは限りある命を表す。感情のない人生は人生にあらず。しかし感情に左右される人生は感情だけに支配されてしまう。その場を待ってさえ。神は知恵で我々を救う。そして我々はその知恵をマニ車の中で集めて邪悪な思想を浄化する。マニ車を回しなさい。 AJ、 あなたが見つけた地図は総員の地図よ。軍があなたのいる地点を攻撃しようとしているわ。
終わったの？助かったよ。さすが父上とそっくりだな、エイジ。ありがとう、エイジ。ありがとう。アミータ、総員の安全は確保した。サバルも情報の重要性が分かったんじゃない？あなたが地図を手に入れなかったら食い止めることはできなかった。お見事よ、エイジ。